始まりましたブックマちゃん。本について好き勝手おしゃべりしちゃうチャンネルです。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。今日はサーマちゃんだよね。はい。自粛期間中めちゃめちゃハマってたものがあって。ほう。何？堂島ロール何それ。堂島ロール知らないの、うん、本当にね、そればっかり見てたの。狂ったよ。あ、見てた。そう、見る系。わかった。はい、うん、深夜食堂。まあいいや、言うね。番組名とかじゃないよ。大食いにハマったんですよ。大食い番組を見ることに。面白いよね、菅原さんとかね。大好き。ロシアン佐藤とかも大好き。ロシアン佐藤、魔女菅原。そう、ジャイアント白田。あ、ジャイアント白田ね。あんま食べないですよ、今。そうなの。今はね、今はちょっとあんま。みんな大食い好きすぎじゃない誰も止めない。え、アクニャン好き？全然好きじゃない。そうだね、アクニャン好きじゃないと思ったの。私もう大好きだったよ、小学校の頃のバイブスだよ。川出処方新社から山下ひろかさんのエラー、めちゃめちゃ熱かったです。うわー、圧巻のフードファイト文学って。大食いとそんな文学って合わなそうじゃん、正直。うん、てか結びつかないイメージ。意外にもその文学と大食いが合うっていうことが不思議で、うん、でもそこがすごい面白くて。ブックマ、もうこの子がまさに主人公で、うん、いちかちゃんという、まあ、フードファイター、うん、真の大食い王者は誰だという番組、略して真王という、うん、でこれがまあ一番この小説の中ではでかい大食いの大会なんですよ、うんうんうん、このいちかちゃんっていう子はこの真王でクイーンになって、うん、もうずっと連覇、クイーンをずっと防衛し続けてる女の子。ちゃんとこう見た目も可愛くて、うん、綺麗に食べる。わっ、ギャル曽根ちゃん的な。可愛くて綺麗に食べるし、アイドル性もあって、うん、新しい大食いみたいなのをもう作った、うん、でその女の子が、まあ、ある強力なライバルが現れて、うん、でその人の存在とか周りの人との関わりとかを経て、大食いにどんどんのめり込んでいくというか挑戦していくっていうお話なんですよ、うんうんうん、すごい物語としてこう山があるわけじゃないっていうところがまたちょっと文学っぽい部分ではあるんですけど、まあ、このフードファイターでしかもずっとクイーンを防衛し続けてるこのいちかちゃんの葛藤というか、その大食いっていうものに対する思いとか、そういうものをが描かれてる作品。ブックマ、この小説のすごいところは、食べるっていう行為が一体どういうことなのかっていうことをすごい考えさせられるのね。大食い番組ってその2つの側面があって、1つはその大食いっていうのの競技性、勝負の世界で、もう一つは見せ物としての世界。やっぱりその番組的に面白くないといけないわけじゃんっていう、その2つの軸が存在してて、フードファイターの人たちもどっちによるのかっていうところでまず葛藤があるよね。大食いっていうのを競技として、もう自分をアスリートとして捉えてストイックにやっていく人と、もうこれをエンタメと捉えて自分でこうパフォーマンス見せる方を意識する人と、こう二手に分かれてて、このいちかちゃんは結構アスリートタイプなの、うん、この描写すごいなって思ったのが、うん、倫理観を持ちながら好きなだけ食べていい状態、食べ物を差し出される状態は何か木に行っても犯しているようで灰になるっていう言い方をしてて、だからその、もういくらでも食べていいんですよってこう与え続けられるのってさ、すごい罪深いことじゃん、うん、でも自分はそれを仕事として、その選手としてこうやり続けてて、別に悪いことをしてるわけじゃないのに、すごい悪いことをしているような気分になる。でもそれが灰になるっていう、その独特な空間、私たちには知り得ないその空気感みたいなのが、すごい何とも言えない気持ちになるというか、その大食いの選手たちはずっと食べ続けてさ、本当に食べてるのかみたいな噂もあるじゃん、正直、うんうん、なんか入っちゃってんじゃないのみたいな、そういうところへの回答も出してて、うん、この子は絶対に吐かない。パフォーマンスとして大食いしてる人は終わった後に吐いてもいいじゃんって言うんだけど、でもそこはやっぱ競技だから吐いたら違うじゃん、食べてないじゃんっていう、そこの、でもそのこだわりを捨てちゃったら楽なんだけど、捨てられないこの子の頑固な感じというか、すごいわかるし、その変なこだわりとかプライドを捨てちゃえば楽なのみたいな、まあ、とにかくこの大食いっていうものを描くことによって、人間のいろんな感情というか、その醜い感情みたいなのもすごい引き出されてるなって。食べるってだって欲だもんね。そう、なんか私大食い番組大好きだったからさ、大食い番組って絶対その人の一人一人のルーツみたいなのをちょっとだけ紹介するんだよ。なんか子供の頃から
兄弟が多くて分け与えてもらうものが少なかったから貪欲になったとか、ちっちゃい頃から食べるの大好きでとか、そういうちょっとしたルーツみたいなのあるけど、あくまでもそこは私もテレビの世界で見てから知ってるけど、じゃなくてそのフードファイターとしての自分の食べる行為に対してのその純文学みたいなのはすっごい面白いなって思う。普通に気になる。トレーニングとかもさするんだけどさ、うん、どうトレーニングするとか思う？あれじゃないの、街の中にあるさ、なんか1キロ何キロ、うん、なんかさ3分食いみたいな、ああいうのじゃないと思うじゃん。思ってた。じゃないの。ひたすら雑炊を作って味のしない、それを食べ続ける。だから味に頼っちゃいけないんだって。へー。美味しいとか美味しくないに関わらずに食べなきゃいけないから、とにかく量を。だからで調味料とかもなくなっちゃうし、うん、とにかくそのまずいおかゆをひたすら食べ続けて胃を大きくするとか、あとは火の通ってない硬い野菜とかを大きく切って、それをどこまで喉を広げられるかとか、そういうトレーニングをするんだって。すごいアスリートじゃんそれって。自分を追い込んで。でもこの新王っていう番組は1年に1回しかないから、この子はフードファイターとしてテレビに出て有名だけど、他にすることも別にないから、その新王の3ヶ月前まではそのバイトを普通にしてて、で3ヶ月前になったらそのトレーニングをひたすらする日みたいな、そういう生き方って芸能人でもないし、じゃあ一般人でもないし、スポーツ選手でもないし、フードファイターっていう生き方、本当に YouTube できてよかったって思うよね。確かにそうだね。今ブックマ大食いいいね気になる。それって新人が新王で優勝するまでの話ってよりも防衛し続ける話なの。そうだね、苦悩の話なの。うん、またね、未知のライバルが現れてっていうところが、もうこのいちかちゃんの中ですごい、まあ、感情がうーってなるわけだけど、じゃあ最後この物語の終わり方ってめちゃめちゃ変わってて、確かにどこ落ち持ってくんの。そう、絶対メガネちゃん読んだら、え、これで終わりって言うと思うよ。え、ちょっと腑に落ちないってこと。腑に落ちないというか、パツッと。いやでもね、そう、でもある意味すごく秀逸な終わり方。何最後だけ読まないでよ何で、まあ、これを読んで私がこの大食いっていうものの熱さの正体は一体何なのかっていう部分について考えると、やっぱり人間の欲と直接結びついてるものなっちゃう、その食っていうのは。でも普通の人はそんなにたくさん食べたくても食べれない、限界があるから、うん、だからみんなの夢を乗せてる反面、そのいけないことっていう価値観も存在してて、そこがせめぎ合ってるからこんなに熱いんだなっていう。確かに私はもう大食いに興味があってそこから読み始めてるけど、興味がない人もすごい文学作品としてこう臨場感とか胸焼けします。うわ、食べてもないのに読むだけで胸焼けします。今ちょっといいこと言ったなの顔してたよ今川出書房新社から山下ひろかのエラーをご紹介しました。入門が開いた。何それ、誰、熊落としでしょ。熊落としだっけ、その入門が開いたって。これでしょ。あー、あ、それ違うんだけど、入門が開いたはアゴシトでかわいてて、ジャイアントしろた。あ、ジャイアントしろたね。